ブリトニー・グリナーはアメリカ合衆国の女子プロバスケットボール選手である。ポジションはセンター。本場のフェニックス・マーキュリー所属。国際大会に出場する女子バスケットボール選手としてはマウゴジャー・タディデック、ハイジ・ジリンガムに次ぐ206センチメートルの長身を持つ。日本のメディアではブリトニー・グライナーと表記されることもある。ベーラーでプレーし n c a で 唯一2000得点と500ブロックショットを達成している。2013年の本場ドラフトでフェニックス・マーキュリーにドラフト全体1位指名される。プロデビュー戦となる5月27日のシカゴス海戦でダンクショット2度を記録した。同年4月には NBA のナラス・マーベリックスよりトライアウト参加を呼びかけられたと報道される。2014年は 平均15.6得点、8.0リバウンド、3.7ブロックショットを記録。6月29日のタルサショック戦で、本場、プレーオフ記録となる11ブロックをマーク。チームも3度目の本場制覇。アメリカ代表では2012年にロンドンオリンピック、代表候補にも選ばれていたが、家族の病気と学業との兼ね合いから辞退。その後、二千十四年世界選手権と、 リオデジャネイロオリンピックで金メダルを獲得。2013-14の本場、オフシーズンは中国リーグの石膏中州銀行金牛、ュ球クラブでプレー。2014-15と2015-16はロシアリーグのアンクエカテリンブルクでプレーし、2016から17も再契約2014年8月14日、グリナーは同じ本場プレイヤーのグローリー・ジョンソンと、 同性婚をすると発表。2016年6月離婚。ありがとうございます。